2011年、東京、全国労働組合連絡協議会、名でデー日本の労働運動史では、日本における労働運動の歴史を述べる。日本では明治維新以来、富国共兵、殖産工業の名のもとに、急速な工業化が進行したが、労働者の生活については顧り見られることがほとんど、なかった。百九十七年、片山線、高野ふさたらが、 労働組合規制会を立ち上げたのを機に、日本で最初の労働組合が結成されるが、1900年に治安警察法が制定されて、ストライキを違法行為と定められるとともに、労働運動の弾圧が始まり、1902年には労働組合規制会も解散に追い込まれた。1904年に共産党宣言初めて翻訳された。1912年、 鈴木文治らによって結成された UI 会は労働問題の平和的な解決を目指す団体であったが次第に労働組合化して日本労働総同盟となり後の日本労働組合総同盟の母体となった。ロシア革命の成功後労働運動も政府側の弾圧も激化することになる。そんな中で象徴的な出来事が1919 19年10月10日にあった。 内務大臣、常波武次郎が西日本の幕府の代表を呼んで食事会を行い、その中で常波より幕府たちに対して労働運動弾圧への協力要請がなされた。明治政府以来、賭博反処分規則の施行等によって反政府活動以外の分野で最も重要な治安政策が幕府の取り締まりであった。ここにおいてその大方針を放棄してまで、 労働運動弾圧に当たろうとしたことは、当時の政府がいかに労働運動を危険視していたかを裏付けるものである。これらのバクトたちが結成した大日本国水会は、以後の労働運動弾圧のための政府が手を下すことをはばかられる実力行使を行う暴力装置として活躍することになる。1923年の関東大震災直後には、 労働組合の指導者が虐殺されるという亀井戸事件が起きた。また、同年に日本共産党が創立されたが、1945年までは非合法組織だった。1925年には治安維持法が制定されることになる。1927年には戦前では最長のストライキを含む野田上油労働葬儀が起こる。 1927年4月の賃上げ交渉から始まった葬儀は9月まで続き、ストに突入する。スト参加者は全員解雇されたが、日本労同総同盟の支援を受けストを続行。会社側は警察はもちろん暴力団に至るまでの暴力装置を用いたため、組合組織は壊滅した。1945年に第二次世界大戦で敗北すると、 アメリカ軍の占領下に入った。その GHQ の民主化政策の一つが、労働組合の育成であった。また、戦時中に投獄されていたり、活動を鎮静化させていた、共産主義者や社会主義者、無産運動家、労働運動家が活動を再開し、労働運動は活発化、組織化した。特に1946年から1947年にかけて、 労働組合が相次いで結成され、46年の組織率は約40%、組合員数も約400万人に及んだ。現在ある組合の多くが何らかの形でこの時期に橋を発したものである。また、激しいストライキが頻発し、暴力行為が伴うこともしばしばあった。当初の労働運動はインフレや産業後輩を背景にした。 生活条件闘争がそのほとんどを占め、また全日本産業別労働組合会議など、左派優位であった。それらの一番のピークは1947年2月1日に、計画された2.1ゼネストで、官民合わせて数百万人が参加する予定だった。だが、GHQ は、日本の安定のためとこれを禁止。以降、反政府色の強い運動に対し制限が加えられる。 こととなる。具体的には、1948年の公務員のストライキ禁止、1949年の労働組合法、労働関係調整法の改正、1950年のレッドパージや団体等規制令などである。この GHQ の政策転換に、右派系、中道系の組合の地位が相対的に強まり、また、日本共産党の影響が強かった。 左派系の組合では共産党の影響を排除しようとする三別民主化同盟の影響が強まった。1950年民道勢力と右派勢力、中道勢力が合同して新しいナショナルセンター日本労働組合総評議会を結成、その下に多くの組合が集結した。総評は中道、労使協調的な方向で設立されたはずだったが、 朝鮮戦争や51年9月8日にサンフランシスコ平和条約が調印されたことに伴う旧日米安全保障条約をめぐる運動、さらには朝鮮特需によって引き起こされた労働者へのしわ寄せから労働運動が活発となり、総評は左派色を強めた。1952年4月28日にサンフランシスコ平和条約が発効。 GHQ の日本支配が終わる。日本の経済も拡大を見せるが、産業全般にわたる合理化も進められる。その中で、左派系組合の運動が、先鋭化し、単独や電産などによる大規模ストが頻発する。これらの多くが失敗に終わり、組合の分裂が多く起こった。その象徴としては1954年の全日本、労働組合会議の成立が挙げられる。 1955年頃からの人務契機などで国民生活も戦前並みに回復し、もはや戦後ではないとまで言われるようになった。労働運動も生活条件闘争に加え、労働環境の改善、権利闘争も多く行われるようになる。その中で春闘が1956年に始まる。当初は総評と中立労連参加の組合が中心となっていたが、 1960年頃になると全労会議、新産別からの参加も相次いだ。1959年の三井三池葬儀と安保闘争、さらにそれらに伴う労働運動の盛り上がりと、その敗北は労働運動に大きな転換点となった。三池葬儀は、総労働体操資本の戦いと言われた激しい葬儀の末に組合側が敗北しており、 また安保闘争も激しい反対運動にもかかわらず、日米安全保障条約の成立が強行されたことから様々な対立が生まれた。これらいの反省などから絶対反対から政策転換闘争へという方向転換が労働運動にもたらされた。高度経済成長に伴う生活水準の向上もこの流れを後押しした。また、労働運動や 学生運動とは性質をことにする市民運動が出てきたのもこの頃からである。これらはベトナム戦争反対運動や沖縄返還運動へとつながっていく。この頃は経済成長と春闘の定着で労働者の賃金は上がっており雇用も安定していた。労働運動も労働環境の改善や権利闘争がその比重を増している。葬儀行為は数多くあったが 組合の運営などは比較的安定していたと言える。1973年の第一次オイルショックの影響で日本の高度成長が終わり、経済は戦後初のマイナス成長となり、経済構造に変化を与えた。これによって雇用情勢が悪化し、チーム上げ闘争に代わって生活防衛闘争をするようになる。さらに経済が安定成長時代へと移ると、 労働運動も労使交渉を重視する傾向になり労使関係の安定化が進んだ。だがそれは生活水準の向上などと相まって労働者の組合離れを生むことになった。数字としても1983年に全労働組合の組織率が30%を切り右肩下がりの状態が続いていた。この頃から女性労働者が パートアルバイトとして多くの企業で活躍するようになったが、政教労連などを数少ない例外として、当時の多くの労働組合では、パートアルバイトは組織化の対象にならなかった。このことは、1990年代以降の非正規雇用の増加の中で、労働組合運動が労働条件の悪化に有効な手立てを取れないまま衰退を続けることにつながった。 労使交渉の重視という左派系組合の態度の軟化に伴い、労働戦線統一の機運が次第に高まっていった。そして1980年9月30日、労働戦線統一推進会が総評と、全労会議の後ろ身である全日本労働総動名との間で結成された。労働戦線統一推進会による民間選考による労働戦線統一の基本構造は、 自由にして民主的な労働組合の路線と西側の一員論の立場に立ち国際自由労連加盟批判勢力の排除を求めた総評は従来方針を変えこれを容認し合流を決めた1982年12月14日に全日本民間労働組合協議会が発足するこれにより労働戦線と統一は早まり 1987年11月20日には、全日本民間労働組合連合会が、発足。1989年11月21日に、ナショナルセンター4団体の統一組織である、日本労働組合総連合会が発足した。これにより、単三単位での組合の組織統一も増え、規模の大きな組合が出てくる。また、こうした動きを、 統一戦線促進労働組合懇談会は、特定政党排除の革新分断、賃上げ自粛や、人減らし、合理化容認の労使協調路線など、特定の運動路線を踏み絵に、これを容認する組合だけを結集する、労働戦線の右翼的再編と批判した。この再編の流れを経過と批判する組合が1989年11月21日に、 全国労働組合総連合、12月9日に全国労働組合連絡協議会を相次いで組織した。連合結成の路線は、批判勢力を排除する再編だったため、連合に合流する組合も、全労連や全労協に合流する組合も、分裂した組合が数多くあった。また、労働組合の組織率は低下の一途をたどっていった。 1989年秋の東欧革命から1991年12月のソビエト連邦の崩壊により、新保守主義を掲げる政財界は、社会主義、共産主義は死んだ、自由主義、資本主義は勝利したと懸念した。バブル崩壊を迎えた日本は、それまでの日本型の安定雇用社会の変革が叫ばれ、 1980年代のアメリカを襲った政治解雇ブームはリストラ、希望退職という名で日本に持ち込まれた。1999年には派遣法が改正され一部の業種を除いて労働者派遣を自由化、就職氷河期に見舞われた若年層を中心に非正規雇用の労働者が激増した。しかし資本側による構成に対して労働組合側の対応は ごてごてに回っていた。労働組合の組織率、組合員数はともに減少はこれまで以上に加速する。組織率では2005年には19.9%となり、戦後初めて組織率が20%を切った。本来労働者の権益を守るはずの連合加盟の労働組合は、主導的かつ効果的な反対運動を取れず、それに伴う組合員の減少も食い止められなかった。 これは、労使協調路線によりむやみに、現実離れした会社への要求はかえって会社の業績を悪化させ、ひいては労働者自らの首を絞めることになりかねないと判断されたからである。現場レベルでは、組合役員の出世と引き換えに、現場の要求がなかなか取り上げられないことになった。また、バブル期に入社した組合役員の指定による役員の世襲化が進んだことにより、 一般組合員との意識のズレも垣間見られた。これにより多くの労働者は個人での裁判に訴えるか、この時期多くできた企業外の労働組合に個人で新たに入って戦うしかなくなった。失われた10年と言われる不強化にあって、正社員はサービス残業、成果主義の荒波に見舞われ、心身ともに疲弊した労働者のうつ病、過労死、過労自殺が増えたが、 企業内労使協調路線の組合は会社との友好関係を重視したため目殺。さらに信頼を失った。近年の日本では労働組合組織率の低い若年労働者を中心に労働環境が悪化している。特に労働者の3人に1人にまで拡大したフリーターや派遣社員などの非正規社員の過酷な労働環境フルタイムで働いても貧困から抜け出せない。 ワーキングプアの存在が注目され始めた。こうした中、2007年の春闘では、連合が非正規労働者の労働条件改善を要求として掲げ、同年、非正規雇用労働者の労働条件改善、ネットワーク作りを進める、非正規労働センターを開設した。2008年のサブプライムローン問題、リーマンショック後の企業によるリストラで、多くの派遣社員、 非正規社員が解雇されており、彼らに対して加入を進める企業外労組が数多く現れているが、労働組合組織率の全体としての低下傾向は止まっていない。また、派遣切り問題が注目されたのをきっかけに貧困問題への関心が高まり、年越し派遣村をはじめとして、ホームレス支援団体など様々な市民団体と労働組合の共同運動が、 盛んに展開された。ありがとうございます。